ウェンドリー君、静かだ。剣撃の響きが遠い。どうやら最後の戦いまで王とご一緒はできぬようです。諦めてはなりません。受け取りなさい、グエンドリン。私にはもう不要なものです。槍は敵をなぎ倒し、死体の山を築いた。王は、お父様は褒めてくださるに違いない。お父様はきっと。濡れているのは涙。優しい妹、どうか泣かないでおくれ。姉は誇り高く戦士として行くのだから。ここはひどく暗い。グエンドリン、あなたの顔も見えないぐらいに。姉様、長く寂しい思いはさせません。間もなくおそばに参ります。これは負け戦じゃ。いくらなんでも敵の数が多すぎる。あれが噂に聞いた黒い剣士か。死神と取引して強さを得たとか。なんとまがまがしい力じゃ。私が相手だ。姫、なりませぬ。早く殺すがいい。いつまで私を組み敷くつもりだ。もう引き返せ。この戦い勝敗は決した。これ以上は無駄死にになる。おお、ご無事でよかった。わしはてっきり今さら引くことなど。お待ちくだされ。あやつの言う通りじゃ。書を書いた軍に何ができましょう。
戻ったか、グエンドリン。王にご報告申し上げます。侵攻は我が軍の敗北に終わりました。敵方に予想外の増援部隊が到着し、戦況は膠着、消耗戦に陥り、数に劣る我が軍は劣勢を強いられたのです。ワルキューレ部隊は多くの犠牲を出しました。ショーであられた姉上も。グリゼルダのことは聞いておる。姉上は王のために最後まで誇りを持って戦われました。この槍はその時私に託されたものです。我が将兵の中でも最も勇敢で栄誉に包まれた戦士であった。槍はサイファーという特別な武器だ。戦場に漂う魔素を集めて敵を砕く力に変える。これからはお前が存分に振るうがいい。敵に再び攻勢をかける。今度はわしも打って出る。準備ができ次第出撃せよ。お父様、姉上に手向けるお言葉はそれだけなのでしょうか。言葉を尽くしてもグリゼルダの命は戻らぬであろう。感傷に浸る時ではないぞ。
王女様、我が部隊は動けるもので再編成し、四部隊が出撃可能です。いつでもご命令を。あの戦闘で部隊は半数近くに、皆死に急いでいる。おお姫君、教えせねば。その槍はサイファーという魔法の武器じゃ。我らドワーフが魔石を原料に技術の全てを注ぎお作りしたもの。保存という魔素を吸収し一気に放つ力を持っておる。必ずやあなた様に勝利をもたらしてくれましょうぞ。なんだ、グリゼルダが死んだのはあいつの進軍が早すぎたからだ。わしが間に合わなかったせいではないぞ。ブリガン将軍、我が国の英雄と呼ばれる男だが、お父様が許すのはいいことに、最近はやりたい放題をしていると聞く。妖精の女王、あの性悪女め、ドラゴンを呼び寄せたらしいぞ。そんな恐ろしいもの、あの女こそ本当の妖魔じゃ。これは姫様、その槍の切っ先の軌跡は冥界にある魔石です。ご存知かな。危険を冒して魔石を手に入れることができるのは冥界を行き来できる偉大な魔法使いオーダイン王だけじゃ。魔石をいくらでも作り出せるあの結晶炉を手に入れれば、我が国に敵はなくなりましょう。姫、あの時は危なかったですな。黒い剣士は影のような悪魔の姿と聞きましたが、わしには人間のように見えました。なぜ姫を助けたのでしょうね。グエンドリン様、グリゼルダ様のこと残念です。どうかお心を強くお持ちください。ミリス、ありがとう。後でお部屋にお茶をお持ちいたしますわ。出入りさせてもらっている旅の行商人でございます。何かご入り用のものはありませんか。出入りさせてもらっている何かご入り用の。すぐに出撃する。みんなに伝えよ。姉様、戦いに出るのね。父の愛を得るために。いいえ、王国と誇りのために行くのです。たとえ戦場に散ろうとも、この国のものなら仕方のない運命、それがあなたを支える言い訳。叶わぬ寵愛を得ようと父へ赴くための。言わせておけば、
私は影帽子。私があなたの真実の心。生まれて一度も愛されたことのない、かわいそうな私。父のために命を散らしたところで、今までと同じに顧みられはしない。グリゼルダと同じように死ぬるだけ。やめて。この身を捧げてお仕えすれば、お父様はきっと愛してくださるわ。きっと。Thank you.
ンドリン様、この拠点までは制圧しました。しかし敵軍の守りは予想より強固です。戦線は停滞しています。報告します。ブリガン将軍の部隊は間もなく到着。将軍からは奮戦するようにとの伝言です。あまりにも遅いわ。一体何をしているの。兵隊さんに物資を高く売りつけれても、こんな戦場で商売するのは命がいくつあっても足りやしない。おっと、お客さんには安くしとくよ。応命です。拠点を捨てて全軍突撃せよとのことです。猶予はない。各部隊に突撃の指示を。
Yeah!